その夢を叶え幸福な人生を送れるやつなんてほんの一握り。どっちにしてもお先真っ暗で、あなたの人生はまだ終わっちゃいないわ。 It's a new day. It's a new life. 生きてることは意味ないね。つまらん人生。懐かしい声が俺を呼んだような気がした。マツコは今どこにいるんだ。いやだって俺はおばさんに会ったこともないんですよ。だから今に会って天国のまっちゃんがあんたに知ってほしいって思ってんじゃないかい。どういう知り合いだったんですか。出会いは塀の中さん。マツコさん。だって坊やどことなくマツコに似てるもの。マツコおばさん。おばさん、あなたの人生って、小さい頃は誰でも自分の未来がキラキラ輝いてるって思うでしょ。それがどこで歯車が狂っちまったか。白鳥に憧れてたのに目覚めると真っ黒なカラスになってました。じゃあ脱いでみて。その瞬間、人生が終わったと思いました。たった一度の一回きりの人生なのに、おとぎ話なら残酷すぎるぜ。人間の価値って人に何をしてもらったかじゃなく、人に何をしてあげたかってことだよね。マツコ。